はどうですかね。どうも。それでは会見を始めさせていただきます。まずはじめに河野理事長からお願いします。今日はお忙しいところありがとうございます。ご案内のように先般7月7日に有識者会議を開かさせていただきましたけれども、ご都合悪い日を設定してしまったものですから、安藤先生にご指摘いただかなかったので、安藤先生の方から今日お話しいただけるということでこの場を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。じゃあ安藤。こんにちは、安藤忠雄と言いますが、有識者会議に出なかったからなんか全て安藤さんの責任やというのはちょっと私は分からないなと思っておりましたのは、有識者会議でご存じのように何十人もいるんですね。で、私は実はその日同じ時間に講演会が大阪でありましたので、大阪でやってくれと言うたら、有識者会議は東京しかいかんと、私大阪でもよかったんじゃないかと思いましたけれども、出れませんので欠席いたしましたところ、大体皆さん方の問題は意見は大体分かりますので、一回なんかもしお聞きしたいことがあったら言うていただいた方が、先に聞いた方がいいんじゃないですか。どうですか。こんだけ写真撮らんと、まず聞いてくださいよ。どう、何か聞きたいことあったら手を挙げて、どう、大きな声でね。 OK、 どうぞ。すみません、はい、ニコニコ動画の七尾と申します。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、何点かあるんですが、まずですね、早く言ってくださいね、時間ないから。わかりました。今後ですね、この計画の縮小案とかですね、はいはい、アーチをやめた方がいいとか、はいはい、はい、はい、分かりました。はい、はい、はい、もう一つありませんかね。あ、お一人一問でお願いいたします。いいですか。はい、どうぞ。お嬢さん。テレビ東京の森本と申します。はい、今先日あたりから政府が見直しを検討しているというようなニュースも出ているんですけれども、もしそうなった場合、安藤さんが一番いいと思う案というのは、はいはい、どういうふうに進めていくのが一番ベストというふうに今お考えなのかというのをお聞かせください。これからなんですね。はい、はい、分かりました。ありますか。はい、どうぞ。大きな声で言うとはよ。大阪毎日放送地区に行くのか。大阪来たらホッとするわ俺。ですね、よろしくお願いします。はい、どうぞ。安藤さん、ここまでの一連の報道をどのようにご覧になっていたのかというのをお聞かせいただきたいと思います。はいはい、あと、安藤さんの地元大阪関西もですね、今やもう最大の関心事となっております。関西の皆さんに何かメッセージがあれば一言お願いしたいと思います。関西言うような場合ちゃうやろ今は。すいません。はい、他ないですか。はい、どうぞ。公文社の林と申します。先日弊社からザハ・ハディドの事務所に連絡をしたところ、はい、東京での工事の費用、それからスケジュールの変動は受け入れる予定ですという回答が弊社にはもたらしております。それと同時に今日安藤さんの方から配られたこの紙にはさらなる説明が求められていると思いますというふうにお書きになっているんですけれども、どちらのアプローチが遅れているのか、どちら、安藤さんの方からの質問が遅れているのか、それともザハの方がこちらに回答が遅れているのか、その辺を教えてください。そして今後どのように進めていくのかも教えていただければと思います。はい、どうぞ。はい、わかりました。最後にしましょうか。はい、はい、どうぞ。真相報道バンキシャの柿原と申します。日本テレビの柿原と申します。コンペの際に応募作品、1300億円っていう、規定があったと思うんですけれども、専門家の目から見たらザハ案は1300億円で収まらないっていうのは、どの専門家が見ても明らかだっていうのは皆さんおっしゃってるんですが、あの時点でそれは把握していらっしゃったのかっていうのをちょっと伺いたいなと思います。まずここまでで、まず言うて、またあと時間があればやるのでいいですか。いいですか。はい、まず私が有識者会欠席したのが申し訳ないと思ってますが、私も
大阪にいるというのがありました。で、まあ、体調も良くなかったと。で、去年もう大手術しまして、膵臓と脾臓全部取りまして、全摘で、安藤さんそんな移動できるのと。膵臓全部取れて大体死ぬんですね。で、今よう生きてるなと思ってますけどね。で、そういうことがあったりして、なかなか東京に来れなかったということはあります。で、同時にその日は同時に講演会があったということがあって、出なかったんですが、まあ、これは申し訳ないと思っています。同時に今コンペの今後の前に、ちょっとあれ持ってきてくれますかね、パネルを。どうもどっかで誤解が生じています。私たちが頼まれたのはデザイン審査会というのはですね、デザイン案の選定まで、ここまでなんですね。ここまで、これで終わりなんですね。で、ここで基本設計の段階で、ザッハさん、あずささん、日本設計、日建設計で、外国のアロッポという事務所が基本設計をします。で、我々にはこれから選定委員会の先生方には、もし必要ならばアドバイスをここからいただくということになっておりました。で、我々はここで終わりなんですね。ここで終わりですよと、くれぐれも終わりですよ言われてたわけですよ。だけど、ここから来る、いわゆるアイデアに対する、こんな問題あるけどどうだろうと、調整できないけどどうだろうということについては、お答えすることになっておりましたけれども、一切、質問はありませんでした。そこで問題は、ここでご存知のように、まずここから戻りますと、1300億円で今誰かありましたよね、1300億円でいけるのかどうかという話がありましたが、全部の設計者に値段も出してもらっています。で、これはアイデアですから、こんな形をするでと、こういう形の中での1300億なんですね。で、私たちが今例えば3000万の家を作るとすると、基本設計できてたわけ、だいたいそういう段階で、いや安藤さん3700万かかるなという時に、この間に調整します、3700万を戻してきて3200万にならんかな。で、ここに家建てた方もいらると思うんですが、そういうふうに調整しながら、できるだけ自分たちの予算に持っていきます。これは普通なんですね。で、10億ぐらい建物を作る、だいたい11億、12億になりおるんですよ。で、それを調整していきながら10億に近づけるんです。で、ここで1300億が出たんですが、これから相当時間が経っていますから、と思ってたんですが、我々のところに1625億と、これがあんまりメディアに出ないんですね。1625億というのが聞こえてきました。聞こえてきたというわけであって、我々に教えてもらったわけではないんです。なぜならば我々ここまでですから。ほんで、今ここまでの人間がこれの値段が高いで、ここ安藤さん責任なすりついたらええんじゃないかと思ってますが、我々選んだ責任はあります。飛んできとるでしょ、こっちと、これ飛んでこっち来とるわけですね。そして今1625億で行こうかと思って、これで先ほどの話で言うと、まあ物価の上昇等もあったら1700億800億になるんじゃないかと思っておりました。全然2520億になって、その間皆さん方も一緒で、私も一緒なんですよね。2520億、私も聞きたい。ほんで、私ももっと下がらないか聞きたい、どっか下がるとこないのと、もっとあるでしょうと、私も聞きたいわけですよ。ほんで、私聞いても何も言うてくれないからね、それだけかかります。ほんで、私のとこに2520億、安藤さんが決めたみたいな、私、総理大臣じゃないですからね、どっか来るぞれぞと、
思われません？どうですか？思いません？で、私は2520下がるんじゃないかなというのは、私は国民として、一人の国民としてやっぱりなんとかならんかなと思いました。で、そこで今この段階でどうするかというのがありますが、まあ、その次の段階として、あのザッハさんを選び、ザッハさんの人間を選んでるわけですから、国際協約としてはこれはこの方を外すわけにはいきません。で、もう一つ、2016年のオリンピックの、あのいわゆるプランも我々ちょっと参加しておりました。負けました、ご存じのように負けました。だからできれば2020年勝ってほしいなという気持ちがありましたので、あの皆さん方のところに行ってるんではないかと思いますが、ザッハさんの案内も非常にあのダイナミックです。で、流線形で斬新なデザインでした。何よりもシンボリックでした。買ってほしいなという気持ちの一部があの案を選んだのかも分かりませんが、それであの2020年のオリンピックの時に、あのいわゆるブラジルでみんなが持っていかれた時にかなりインパクトがあったのではないかなということを考えますと、あのスポーツ振興センターの方々もいますけれども、みんながやっぱりあの案を選び、国が選び、そして持っていかれるんじゃないかということを含めて言いますと、ザッハさんの案をこれからどういうふうに、あの先ほどこれからどうするんだという話がありましたけれども、私の言えることはここまでなんですけれども、一人の人間として言えることはできたらザッハさんのアイデア残しておいてほしいなと。だけど値段が全然合いませんから、どうするのかということはやっぱり日建設計、日本設計、アロップ、アズサ、日原設計事務所がありますから、徹底的に討論をして、どういうふうな形で決着するかは分かりませんけれども、徹底的に、でそれを公に公開しながらやらないかのではないかと私は思うんです。で、こんだけたくさんの情報の方がいるわけですから、その方たちとともに情報を共有しながら、まあ、もちろん中間で一つしゃべるとややこしいでしょうけども、やっていかないかのではないかというようなことを考えておりまして、まずその1300億というのは、初めはもちろん条件でありましたから、だいたい条件を合わそうとしてみんな値段が入ってますが、私も1300億円どうかなと思っておりましたけど、私はこんな大きなもの作ったことありませんからね、いるんだなぐらいしか思ってなかった、すごいなと思いましたけども、それが1625億ならばというふうなことを考えます。片っぽであの世界中の人たちが見る芸術性豊かなもんです。で、芸術というものであるというところとスポーツというものがうまく重なって、この難しい建築工事を日本ならできると私は思いました。多分世界中であれだけの建築ができるところはないんじゃないかというふうな気がしますが、できるんじゃないかと。スケジュールはいりますね、品質がいります、で一番重要なコストがいります。それを合わせて4社の設計事務所でやっていただけるんではないかという期待をしておりました。で、この間私たちには何の連絡もありませんから、どうしようもありません。で、もう一つ、8万人多いという人おりません？8万人多いという人おりません？8万人多いでしょ。8万人はもうオリンピックで決まっとるんですよ。だからもうどうしようもない。で、もう一つ、千駄ヶ谷の場所でいいのかって、これも決まっとるんですよ。あそこしかない。ほんで、あそこなら交通も行ける、まあ、全体的にも行けるという判断のもとに、あそこの場所で8万人ということが決まってたんですけれども、我々審査委員は相当たくさんいます。もう非常に見られても何十人もいるわけですけれども、その審査委員の人たちも私もそうなんですけれども、引き受けました。断ることはもちろんできます。こんなところでは無理だと。その時に私たちはやっぱり
買ってほしいな、自分たちがそれにちょっと参画して役に立て、日本の人たちに役に立てばいいなというつもりで参加をさせてもらいました。そこが間違いだと、あそこでやるのが間違いだという人もいますけれども、私たちはそれ以外の選択肢はなかったんです。でそこでスタートしたもんですから8万人とあの場所という中で、例えば景観の問題が出ました。で交通の問題も出ました。周囲の環境の問題も出ました。これをここでやらないかわけで、基本設計いうやつで調整をもうちょっと低くしようかと。例えば低くすると、今度はだんだん低くするとできないことはないけども、今度土が多く出て残土が処分できないとか、いろいろあってストップしてますが、そういうことも含めて材料の問題から工法の問題も、先ほどアーチの話がありました。アーチちょっと今河野さんと話してたら、ちょっと話が私の話とずれてたんですが、アーチが700億いるというのを我々は新聞で見たわけですね。じゃないともっと300億だという人もいるし、だけど考えてみましたら1625億の時にもアーチあったんですよ。急にアーチが出てきたんかというわけにはいきませんので、後で出てきたんですよ、わかるでしょ。後で出てきた、なんで後で出てきた、初めてあったんですよ。そのことを考えると、やっぱりもう一回調整がいるんじゃないかというふうに考えて、私がもしお願いできる、ここまでですからお願いできるということですよね。国民の一人として、都民の一人、皆さんと一緒の気持ちで調整できませんかという話は、まあできると、調整してほしいなというふうな気がいたしますが、そういう面ではその日本の技術、日本人の総力を上げて、ゼネコンもですね、思い切ってですね、もう金の儲からんでも日本の国のためだと言ってもらわないと、それがやっぱり日本の国のゼネコンのプライドなんではないかなと思ったりするんですね。だからゼネコンの人たちも、これは儲かるからどんどん行こうとしないし、これは儲からなくても日本の国のために、日本の誇りのために頑張ると言っていただくと、私は結構値段うまくいくんじゃないかと思ってますが、ただここまでは売ってこないでしょうね。そういうようなことを考えております。そしてもう一つ、報道の人たちの関心、私大阪からやってきたんで、先ほど大阪の方がインタビューありましたけれども、やっぱり日本中の人たちのオリンピックなんです。もちろん東京のオリンピックであるけれども、国のオリンピックなんです。そして多くの人たちの関心はやっぱり今お金ですよね。でお金をどうするかということを含めて、今回これからどういう案になるかということは、やっぱり世界に驚愕して、やっぱりザハ・ハディッドさんを選んだわけですから、この方のとのいわゆる協調の中でうまく下げていただくといいなというふうなことを今考えています。いいですか。今までのやつは大体話したような気がしますが、あとはありました。どうぞ選んでいただけて、どなたでも結構ですよ。じゃあそう、どうぞ。手前の方、はい、どうぞ。 NHK の佐藤と申します。他の審査委員会の審査委員の方々の取材をしますと、当時の議論についてコストの議論についてはほとんど行われていなかったという認識を持つ方がほとんどだったんですけども、改めて安藤さんはそのあたりコストの議論についてはどのような十分だったというふうにお考えでしょうか。実際にはですね、このアイデアのコンペなんですね。アイデアのコンペ、こんな形でこんな形でいいなというコンペなもんですから、徹底的なコストの議論にはなってないと思いますよ。なぜならばそれほど図面がきっちりあるわけでないですからね。そういうふうに私は思っています。いいですか。はい、どうぞ。では一番、真ん中の、女性の、安藤さん、読売新聞の結城と申します。はい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 、我々が買い物をするときは、そのもののもちろん値段の高もそうなんですが、それがどういう価値を持つかを考えて決めます、バランスの上で。安藤さんはこのデザインを選ばれたときに、これがどのようなスポーツ、それから建築としてのレガシーを残してほしいと思われて選ばれたのか。それからもう一点、この
有識会議、ごめんなさい、審査委員会の時も審査の最中の時も、この技術が非常にチャレンジングだったというふうに紙に書いていらっしゃいます、はい、どのあたりが安藤さんの目からご覧になってチャレンジだったのかとお教えください。レガシーというよりもともかくですね、その日本がこの時期にこれを作ったんだとぐらいの気持ちで選べるものがいいんじゃないかと思って、私一人の意見じゃないですけども、そういうふうに思いました。それでもう一つ、かなり形態的に、まあ、個性がありますが、今時代はコンピューターの時代ですので、この時代にしかできない建築ってあると思うんです。1964年のオリンピックの時代とは違いまして、コンピューターで徹底的に解析することによって出来上がる美しい建築ってあるだろうというふうに私は思っていました。でそこで、まあ、これを選ばせていただいたわけですけれども、あの時代にあの建物ができたということがいいのではないかというようなことがほとんどの先生方の意見でありまして、実際にはですね、最後の方には割れてたんですよね。同時に審査員の中で外国のノーマン・オスターという人とロジャースという人がいるんです、まあ、大変国際的に有名な方ですが、その人は審査してないんじゃないかという意見がありますが、実際にはみんなで1日かけてニューヨークのノーマン・オスターさんと、それからロジャースさんと徹底的に打ち合わせて、俺はこれだという意見を聞いていますし、最終日の日にもちゃんと電話でやり取りをいたしまして、こういう流れなんだけれどもどうなんだという話もしておりますから、メディアの中には全然聞いてないというのかな、じゃないかというのがありましたが、実際にはそうではなく、彼らもこれに賛同をしておりました。いいですか。時間を超えておりますので、最後の一問させていただきます。それでは手前の男性の方と思います。弁護士ドットコムニュースの山下と申します。本日配布された資料に、2019年のラグビーワールドカップを見据えたタイトなスケジュールが求められたというふうに書かれていますが、ラグビー界に影響力があってですね、東京五輪組織委員会の会長を務めておられる森喜朗会長の影響力はどれくらいあったのかということとですね、新国立競技場のことをですね、森喜朗記念競技場だとか、森喜朗古墳とかいった呼び名が世間から出ていることについて、どう思われるかというのを伺いたいと思います。2019年のラグビー、それから20年のオリンピックというときに、まずオリンピックのことで考えていました。で19年のラグビーも知っておりました。そしてネーミングについては私は近頃時々なんかあちこちから聞こえてきますが、その当時は全然そういうことは聞こえていません。そしてよく考えてみると、もしできるのならばオリンピックもラグビーも両方できた方がいいんじゃないかと思ってます。そしてそれが問題になるということがどうかというのは私は分かりませんが、両方あった方がいいと思っています。はい、いいですか。いいですよ、いっぱい来るからもう同時に言うたらどうやの。もうじゃあ本当最後の一問とさせていただきます。はい、お任せしますよ。それではこちらのラインの橋本さん言うだろう、男性の方、はい、そちら、はい、どうぞ。最後です、はい、いや最後でも何本でもいいですよ。はい、どうぞ。よろしくお願いします。ビデオニュースの神保と言います。はい、審査委員会の委員長としてですね、その審査委員会が選んだ、デザインで、作ろうとしたら、まあ、2520億円、最低でもかかるということが分かった今、審査委員長として、デザインを、見直してもいいんじゃないか、見直す必要があるんじゃないかというのを考えるかどうかお願いします。先ほど話しましたよね、1625億話しましたよね。でこの値段があんまり出てないんで、基本設計が1625億で2520億というのは現在ですよね。で私は2520億聞いたとき、と思いましたよ、本当と。だからやっぱりこれは調整しないかんでしょう。でそれがいわゆる国民の人たちの気持ちじゃないですか、何考えとんねというときに、私はやっぱり徹底的に、まあ、4つのチームがあります、ザッハさんもいます、みんなで徹底的に討論をして、
そのスケジュールのことがあります、コストのことがありますが、やっぱりそうすべきでしょうね。それはやっぱりあの審査員が委員長というよりは一人のいわゆる、まあ、国民としてそういうふうに思います。いいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もう最後ですか。はい、すみません、あの週刊金曜日の取材します長尾と申します。あのこ の, あ の, あのお金の問題とです、ね、大きさの問題って関連していると思うんですけれども、そのザハさんの案を選ばれたときにです、ね、あの競技場本体ではないんですが、その関連敷地の公園などとしてです、ね、近く の, あの都営霞ヶ丘アパートをです、ね、あの退去を求めるというふうなことがありまして、であのそれについてどう思われるかということと、そこに今住民の方がまだ130世帯ぐらい住んでるんですが、高齢化されてです、ね、あの皆さんやっぱあのふるさとだと思って出てきたくないとおっしゃってるんですが、そのことについてどう思われるかということをお聞かせください。あの大きいです、建物は大きいです。8万人入るとこれぐらい大きいんですね。でもう一つ今言われたように周辺環境との問題があります。でこれを基本的アイデアのコンペを決めた後で徹底的にやっていかないかんのです。でその中でもちろん問題がないものはないんです。そんなにスムーズに全部いくというわけにはいかないと思いますけれども、それをお互いにそれができることによってまあ自分たちも納得できるという人たちがいると思いますので、徹底的に話し合わないかんと、今話し合ってるかどうかいうのも我々は分かってないわけですよ。でそういう中であのこれからオープンにやりながら、オープンにあのいわゆる公開しながらやられた方がいいんじゃないかと。あの JSC と、ちょっとこのあたりがね、JSC なのか、ちょっと私が分からないんですけれども、どっちにしても主体がやらないしょうがないですね、主体が。で、これは同時に東京都も入ってるでしょう、で、国も入ってるでしょう、JSC も入ってますが、みんなでやっていかないかんのではないかと。私は思いますが、もう最後に一つだけで終わりたいと思いますが、どうぞ、どこでもどうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。何度もすいません。短く、はい、短く。先言うたやんか。あ、すいません。もういいわ。はい、一個だけ。後ろの方。2回同じ人でも面白くないやん。後ろの方。はい、次。秋さんについてお願いします。はい、はい。はい、ちょっと最後こっちいいですか。それを最後にしましょうか。はい、毎日放送の田淵と申します。下村文部科学大臣をはじめいろんな方が、はいはい、なんか今この国のリーダーシップは誰が取ってんのかと思ってるところがあると思うんですが、うん、先生、安藤さんはいかが思われますか。まあ、はっきり言うと家族でリーダーシップはお父さんなのかお母さんなのか子供なのかわからないですよね。これが日本の国の中小企業でも社長がトップなのか誰かわからないのか、これやっぱりリーダーシップいりますね。リーダーが強い思いと強い力と強い知的能力を持って引っ張っていかなければなりませんので、これで言うとリーダーはどなたかな、文部大臣なのかなと思ったり総理大臣なのかなと思ったりしますが、私は決められるわけにはいきませんけども、リーダーがいります。で、先ほどあの最後にいいですか？もういいですか？はい。いいですか最後で。はい。あの磯崎さんという建築の大家と、それから牧文子さんという大変有名な建築家がおられますが、牧先生が前からあの景観が悪いと言っておられます。そしてこのところはコストが悪いと、それから稼働にしろと、こういうことをいろいろ言うておられます。でそれはあのいわゆるこちらのチームとしては、基本設計のチームとしてはどう受け止めるかには聞いてもらわないかんです。で多分聞いてると思いますよ。そこには我々は参加できてないわけですよ。もう審査で終わりですからね。でもう一つ磯崎さんはこういうふうに言っておられます。ザッハを選んだと同時に案を選んだと、だけどザッハを選んだと、絶対にあのいわゆる国際協約から言ってあのその人を外すわけにはいかない、そのことをしっかりと踏まえて考えろと言っておられます。私もそう思います、全くそう思います。ここは重要なところです。
で、それでないと日本の国際的信用がなくなります。で、私はその点について磯崎さん の意見を大変尊重したいと思っております。で、牧先生については大変頑張っておられると、最後までよく頑張っておられると、すごいなと私は思いますが、私たちにそういうエネルギーがあるかどうかということも考えねばならないと思っています。いいですか。はい、はい、お時間とさせていただきます。なおこの後ご希望であれば囲みを会見の内容についてお答えできる範囲で、手前どうも理事の木澤がお受け、この場でお受けさせていただきます。安藤先生はご退席になられます。これをもちまして本日の会見終了させていただきます。どうもありがとうございました。ご多忙の中ありがとうございました。じゃあよろしければどうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ真ん中の方。候補者の話と申します。長井事務所とは日頃からどのような形で話し合ったとしていこうというか。すいません、これは最初からの経緯ということですか。それについては今後速やかに国、もちろん文部科学省等とご相談した上で、それで方針なり指示をいただき次第ということになろうと思いますけれども、そういう意向が何て言いますか、聞きであればですね、我々もそういうことも前提にだからご相談はできるのかなとは思ってますけども、はい、どうぞ。じゃあ、そちらの方。日経新聞の吉野と申します。今回 その選定の方法に問題があったのかなと私は思うんですが、まずデザインを決めて、その時点でやっぱり設計図がないと、でコストが分からないというところで決めてしまった。でその立候補ファイルに出すその、提案資料を作るためのデザインコンペだったのかな、それがその、コストを分からなくしてしまった最初の段階なのかなと思うんですが、それはその手続きとしてデザインコンペで決めてだけで決めてしまった、その設計図もない段階で決めてしまったというところが誤算になったのかなと思うんですが、どうでしょうか。その辺につきましては、私どもの認識としてはデザインコンペから先ほど安藤先生もお示ししていただいたと思いますけれども、基本設計実施設計っていうのは、通常こういった非常に国際的にも、あるいは将来その土地の大きなランドマークにもなり得るような建築の場合、あり得るですねプロセスだとは思います。で特に今回コストの問題については大変いろいろなご意見ご批判もいただいておりますけれども、本来デザインコンペのところでそれを全てコントロールするっていうのは確かにおっしゃる通り難しかったんだろうと思いますけれども、その後基本設計実施設計、私どももその中で工期の問題も含めてコストの問題、これもできるだけこう圧縮なり短縮できるかという努力を重ねてきたということですけれども、ご案内のように非常に、物価、資材、労務、この辺の高騰というところで最後
大幅に基本設計時の概算工事費が上がってしまったと、まあ、そういう結果なのでプロセス自体の問題ということではなかったんで、逆に言うとその最初にその設計コンペという形でやるのは大変難しかったんじゃないかとは思います。はい、そちらの女性の方どうぞ。すいません、ザ・タイムズ大野木です。3つあります。まずですね、先ほどから安藤さんもおっしゃってましたけれども、今回のその見直しにあたってザハ事務所あるいはザハのデザインというのはそのまま残るということで、そこからコストを下げるための調整をするという理解でよろしいんでしょうか。まずそれが1点。それからもう、次が、先ほどから安藤さん何度もその1625億円というところまでは承知していたけど、そこから先は、報道で知ったというような言い方をなさっていらっしゃいましたが、そうしましたら現時点で予算がいくらの中に収まれば JOC としては受け入れられるというふうにお考えなんでしょうか。それから3点目が、今回のこういう事態に至った責任は一体どこにあるのでしょうか。その3点をお答えください。はい、ザハのデザインに関しては今安藤先生、安藤、審査会の委員長からもお話があった通り、おそらくこれはいろんなこれまでの決定の経緯、あるいはその条件お約束ということがあって、基本的には国際的にもあれは難しいというご判断もございましたので、それを前提に議論を進めていくんではないかと私どもも思ってますけれども、これはまあそういうことも乗り越えてそういうことも関係なく議論するということであれば、それはそういう判断もそういうことも理論的にはありえないわけではないと思いますけれども、まあ安藤先生がああいうふうにおっしゃってるんで、基本はやはりそういう形で進むのがまさに日本の信頼であるとか信用ということにも関わる、そういう論点がある意味でははっきりしたのかなという認識は私ども今持ったところでございます。それから金額の問題についてはこれはなかなか難しいとは思ってます。なかなか答えするのは難しいと思いますけれども、基本設計の時に確かに1625億ということで、概算工事費しました。私どもはそれを前提に実施設計に入っていたというところですけれども、結果的にこのご批判をいただく、いろんなご意見をいただく金額、目標工事額2520になったということで、これをどう今後下げうるのか、また条件を変えうるのかと、そういう中でできるだけ国民のご理解を得るようなそういう努力をしていかなきゃいけないのかなと、そういう今受け止めを気持ちを持っているところでございます。責任につきましてはこれなかなかどこにあったのかっていうのがなかなか難しいところでございます。予想を超えたそういう資材労務の高騰があって、現実にこの工期の中で完成させうるそういう前提で、調達可能なコストとして、施工予定者、技術協力者と交渉なり協議をした結果として出た、コストなので、これを、どうやって下げられるのか、先ほど安藤先生が、日本のプライドで、そのコストあるいはその利益を度外視してでもというお話はございましたけれども、私どもとしてなかなかそういうことをですね、JC で決断しろと言われてもなかなか厳しい、これは最終的に財源問題とも絡む問題だと思ってますので、これもしっかり政府国とも相談しながら進めていかなきゃいけない問題だと思ってますので、責任が端的にどこにあるというのはなかなか難しい、その当然その責任一端を JC も担っていることは間違いないと思いますけれども、それが全てでなかなか責任を負えるようなことではないのかなという思いはございます。今まで女性の方。すいません、先ほどですね、設計コンペでやるのは難しかったのではないかということをおっしゃいました。で、一応私の認識としてはですね、こういう大型のコンペでむしろアイデアコンペという方がレアケースなのではないのかなと、世界的な標準で見ましても、それをあえて、アイデアコンペでやる
ことにならなかったという事情をもう一度ちょっとご説明いただきたいの と、あと細かいところなんですけれども、先ほどから大事なことだと思うので、応募要項の中に、まあ、確かに総工事費1300億円という項目がありました。で、ちょっとそこら辺が先ほどの安藤先生のこちらのペーパーとそちらが去年出された、報告書と若干矛盾するんですけれども、安藤さんのこちらのペーパーによると、事業費等について実現可能性を検証しましたとありますが、その調査報告書の方では、その時には、事業費ではなくて、工期を、メインとしてチェックしたというふうに書いてあったというふうに記憶しています。というと、基本的にその、工事費に関しては、それぞれの、参加者が、出してきた、工事費を、基本的に、まあ、それをそのまんま、見たということで改めてチェックとはしてないという認識でよろしいんでしょうか。こちらの2点お願いします。国際デザイン協議で行ったということについてはもともとこの有識者会議がスタートしたのが、まあ、平成の24年でございましたが、まあ、3月でございます。それで25年の先ほども安藤先生おっしゃいましたけれどもオリンピック招致の、まあ、一つのシンボルになるメインスタジアムをどうするかということが当然その招致ファイルにどう盛り込むかということが、まあ、議論になっていた。その中で、まあ、国際デザインコンクールを行った上で、盛り込めないかということがその有識者会議の第1回の有識者会議の後にですね、まあ、提案がありました。でスケジュール的に可能かどうかということでことを検討した上で、まあ、タイトであるというその当時は認識がありましたけれども可能ではあるともうそう判断して、まあ、デザインコンクールを行う方向で、まあ、検討したということがございます。その上で第2回の有識者会議で、これは7月に行われてますけれども、まあ、ご了承されたという経過でございます。まあ、非常にタイトなスケジュールの中で、実際世界から応募していただくということもありそして、できるだけ優れたアイデアが欲しいということもあったと思いますのでおそらくアイデアをもらうということでこのオリンピックまでのスケジュールの中で考えられたのがデザインコンペであったと思いますけれども私どもの認識としてはそれが例外的なことかどうかというのはちょっとわからないところはございます。それから審査のプロセスに関しましてはおっしゃる通り公募要項国際デザイン公募要項に工事費概算として約1300億円と書かれてございます。先ほど安藤先生もおっしゃってた通り応募者もそれを認識した上で応募しているということはございます。ただそれは実際それが実現可能かどうかまあ、それは実現性については単にその技術的な問題だけじゃなくて工期やコストやまたその敷地の範囲内に収まるか規模感であるとかですね、まあ、いろんなこと、まあ、都市計画との関係とか、まあ、そういうのを一応チェックしてます。それは単にその審査会だけじゃなくて審査会のもとに技術調査委員会というのを設けてこれは安藤先生のペーパーにも書かれていましたけど46作品すべてについて技術調査ということで例えばその公募要項の条件に関する環境への配慮であるとかアクセスであるとか観客席の考え方であるとかホスピタリティ構造屋根の関係事業費工期そして土地利用だとか、まあ、そういうすべての項目についてこうチェックをしてその上で審査会にかけています。で実際このザハのデザインに関しても基本的には実現可能であるというその技術調査委員会のご意見をいただいてそれは先ほど申し上げましたコストも含んだ上での実現可能性ということでございますけれども審査会でさらに審査をした上でですね
先ほどもプロセスで申し上げたけれども11月の有識者会議でご決定いただいたという意味で、体制としては技術調査があり予備審査があり一次審査がありさらに事前評価二次審査という、まあ、そういう 何度か その審査会なり技術評価委員会の中で審査をした上で測っているということであります。で技術調査というのが、まあ、そういう形で全てのそういう条件公募要件に合っているかコスト工期とかも含めてですね一応調査している。ただあくまで安藤先生もおっしゃってましたけどもこれは設計図ができているというわけじゃなくてデザイン案の、まあ、コンペであったということですので、精緻にですねこの明確にこの1300億に範囲内に収まるということではなくておそらく1300を大きく超えないだろうという前提での、まあ、評価をしていると。でその後のまだ設計、まあ、基本設計実施設計その後のプロセスがあるというお話がございましたけどその中でコストであるとかそういうことについては現実には調整していけばいいんではないかとそういうものも含めてできるだけ、まあ、優れたデザインをこう選んでいくという姿勢、まあ、そういう意味では確かにチャレンジングでアピールがありまた今後その時期今後の日本にとって非常にまあ、元気を与える躍動感を与えるとかスポーツらしいとかそういうやはりチャレンジングなところ技術的先進性であるとかそういうところをむしろ重視した審査が行われたというのは先ほど安藤先生も触れられたようなことだったと思います。できればそういうことが少しでもオリンピック招致のですね、決定に お役に立てればという話がございましたけれどもそういう思いが共有されていた審査員の中にはされていたと。でコストについてはおおむね実現可能であればそれは後の設計の段階で解決していけるんではないかと、まあ、そういうことで進んでいったものと、まあ、私も考えて理解しています。はい、立ってらっしゃる方。ノーボーダーの上杉隆と申します。2点だけシンプルに確認をさせていただきたいのですが、1点目、今回の国立の建設に関して JSC の建物の改修あるいは建て替えあるいは解体などの費用は含まれているんでしょうか。2点目、2012年の最後の2次の審査ですね、11月のこの時にラグビーワールドカップ19年の話というのは出たんでしょうか。以上2点です。今回の目標工事額に含まれているかどうかということでよろしいですかね。はい、あ、はい、はい、これは国立競技場の先ほど8万人規模という前提で進んでますので敷地の中にありますのでその移転建設移転も当然必要になったということでございますがその今回の新国立競技場の建設経費には含まれておりません。2552億円には含まれておりません。それから11月の有識者会議で、ラグビーワールドカップというのが出たかどうかちょっと確認しないと何とも今答えできませんが公募要項には工期は2015年の10月からスタートして42ヶ月とで完成するというふうには書かれておりましたので、まあ、その前提で進めばラグビーワールドカップにも間に合うという前提での工期は設定されていたのは事実です。ちょっとそこは何らかの記録はあろうと思いますけど議事録として整理しているかどうかちょっと確認させてください。はい、どうぞ、よろしければ今まで指してない方、そちらの男性まだですね。はい、そちらですね。 TBS 朝ちゃんの藤森と申します。
先ほど設計図ができていない中でのアイデアコンペだったということで、ただ前提条件として1300億円という項目があって、これが実現可能かどうかをまあ判断した上でゴーサインが出たということなんですが、具体的に設計図がない中でこの1300億円の実現可能性というのはどう検証するんでしょうか、どのようにやったんでしょうか。そこも私も実は専門家でないので、難しい、正確にお答えするのは難しいんですけれども、設計図はないということですけれども、コストに非常に大きな影響を与えるものはやはり構造ということが、構造だろうという認識は当時の審査員にもあったので、構造の専門家に入っていただいたり、あるいはその、コスト計算といいましょうか、積算に関するご専門の方にもご入りいただいて、そのデザイン案を見て、デザイン案のその資料を見てですね、ご判断していただいているということであります。だから特に正確に確かに判断できたかというと、そういう点では確かにおっしゃるとおりわからないという面は、動く流動的な面はあったと思いますけれども、その中でもやはり構造的にこれは無理だと、あるいはその規模的に無理だというものは、明らかにそういうものは外しているということはやっていたということでございます。一番後ろの男性の方ですか。日経新聞の藤野と申します。2点お願いしたいんですけれども、デザイン見直した場合にですね、いつまでに見直し案を固めて、いつまでに着工しなければならないというデッドラインってありますでしょうか。もう一点は、今技術協力会社でですね、大成建設は竹中工務店で、助言をしてもらっております。で、実質が施工予定者になってますが、この2社の、選び直しというかですね、改めて施工予定者とか技術協力会社を募るということはあるんでしょうか。その工期がですね、どういう形になるのかということにありますし、またそのいつまでに完成させなきゃいけないのかという、その2点があろうかと思います。私どもが本来想定している2019年春ということであると、この規模の建築に関しては、これは当初42ヶ月というふうに想定していましたけれども、そのくらいの工期を想定すれば、やはり今年の10月ない10月ぐらいに着工しないと、その春には難しいという前提からすると、もう早急に設計まで決められるのかという、そういう話になろうと思います。なかなか私どもは難しいかなとは思っております。その条件がやはり早急に確定して合意していかないと、そのステップに入っていくのは難しいとは思います。その上で、もしそのまた設計が変わる、あるいは違う、大きくデザインを変えるとかいうことになれば、当然また施工予定者についても、今までザハ氏のこのデザインを前提にプロポーザル方式で選定してきた業者さんですので、その前提が崩れると、変わるということになると、またその公正なプロセスで施工予定者を選び直す必要も、その可能性も出てくるだろうと思っております。はい、まだ今まで話した、奥の方、今手を挙げ、その隣の方です。すいません、失礼します。すいません、共同通信の前山と申します。この基本設計の時の1625億円というのが、今考えるとほぼ間違いの額じゃないかというふうに、素人的には見えるんですけど、その特殊性というのはデザインが決まった段階から分かっていたはずなのに、なぜこの特殊性というのを基本設計の段階でその考える、考慮することができなかったのかというのを教えていただけないでしょうか。
はい、特殊性ということで、ちょっとご説明して、なかなかこれ、額が非常に大きいということで、理解を得にくいというところも私ども承知して認識しておりますけれども、やはりそのやはりオリンピックが招致が決まったという以後のこの東京圏における建設工事の非常なラッシュという状況の中で、大変まあそれだけまあ業界全体として非常にその需要と供給の関係で言えばものすごく需要が高まっているという中で、供給能力をある意味じゃオーバーフローしているという、まあそういう経済原則というものが働いているということがあります。その上でオリンピックというのは必ずその時、あるいはワールドカップはもちろんその前にありますが、必ずその時までにできてないと、まあ用をなさない意味をないという、そういう工事ということで、さらに確実にその時期に資材、それもまあ供給能力があるそういうまあ企業会社が限られている、高い技術能力がある必要なそういうものを調達しなきゃいけないと、また職人建設技術者も非常に限られた集中的にその時期にこの時期に確保しなきゃいけない、いろんな資材を運ぶ、あるいはその土地の掘削などを行う場合はそれを土を運び出す、まあ、トラック運搬手段、トラックであり運転手さんであり、そういうことにも確実にその時期に来てもらってやっていかなきゃいけないと、そういうスケジュールの中で進めることによって、非常にその単価コストが予想以上に伸びてしまった、上っている、上がっているということであります。それしかもその単価の2625という単価はオリンピック前の、つまりオリンピック決まる前に翌年度の概算要求に盛り込むという前提で、2013年7月の単価で設定していたということもありますので、大変その時の乖離といいましょうか、コスト物価の上昇というものをがその後、まあ、今日まで反映できないという状況があったと、それを前提でのあくまで基本設計だったということで、まあ、特殊要因というふうには申しますけれども、新国立競技場という与えられた条件で、与えられた工期の中で進めるということによる状況が、一般的な東京圏のそういう建設関係の物価上昇というもので一層高まったという背景がある。現実に実現できる、現実に調達できる、現実に完成させるというための、まあ、そのための価格というものが、まあ、特殊要因で加わっているんだと思っております。あ、すいません、あ、すいません、はい、ちょっと待ってください、すいません、あの共同通信の前山です。その要は700億っていうのはほとんどが労務費にじゃあかかってしまうっていうことなんです。この特殊性っていうのがいまいちよく分からなくて、そのほとんどが労務費にかかるというふうに考えればいいんですか、その人を確保するための、今申し上げた通り労務費だけじゃなくて資材の加工であるとか調達ですね、それにかかる面も大きいございます。で資材は別にその高騰で300億っていうのがあると思うんですけど、それ以外に700億の中にまたそれが入るってことですか。一般的な物価上昇分というのがその350億ですか中に入っています。ただこの東京圏でこの大量かつ工期も限定されているということで、その物価上昇分も入って、その物価上昇分はむしろ765億の方に入っているということです。誠にすみません、あと 1,2 問で終わりにしたいと思います。まだお話をされてない方、あ、どうぞ。あなた、これから国と文科省とまた議論をしていくということで先ほどお話になってきたと思うんですが、その中で最も重要な条件としてはやっぱりラグビーワールドカップに間に合わせるということなんでしょうか、それとも公費を総公費をもっと抑えてラグビーワールドカップに間に合わなくてもという方向も考えているんでしょうか。
私どもは今考えているのはやっぱりラグビーワールドカップに、こう間に合わせると。で今いろいろご意見いただいた通り、安藤先生もなぜそこまで、工事費が上がるのかという疑問があったように、まあ、そこで、コストを下げられるかということを考えていくのかなとは思いますけども、それ以上のさっきおっしゃったような工期いつまでにということとか、そういうことについてはちょっと私どもで判断できることではないと思います。それを目指して完成を目指す上で2520億というもうかなり増額してしまっていると思うんですけれども、そこはそれでそのまま押し切ろうという感じなんですか。押し切ろうということは決して考えておりません。皆様のご意見あるいは今日の安藤先生がお話しされたようなご趣旨なり努力をしてほしいというような要望は真摯に受け止めて今後取り組んでいかなきゃいけない限られた期間でありますし、私ども心配しているのはやはりワールドカップであったりオリンピックにですね、そういうメインスタジアムになる新国立競技場が完成できないという事態、これは非常に問題であるし、まさに日本の信用であったり、日本人の何と言いましょうか存在に対するですねいろんな影響も大きい、そういう、まさにナショナルプロジェクトであると思って進めておりましたので、なんとかそういうことを回避して実現可能な計画を進めていきたいという思いで今日まで来ておりますけれども、そういう意味でそのコストの問題というのがまた大きく注目され、またご批判を招いていることを真摯に受け止めながら、可能なのかどうか、そしてまたそのための前提条件が変わりるものなのかどうか、そういうことは十分これからまさに国のご判断なりご指示なり方針も踏まえながらですね、我々としてはそれをしっかりと検討していく立場、あるいは実際検討するだけじゃなくて進める立場だと思っています。最後の一問になります、ごめんなさい。最後の一問、どうぞ。女性の方まだご質問されてないか。すいません、 NHK の今井と申します。今政府の方で、計画の見直しの動きが出ているという報道もありますけれども、そもそも JSC に対して政府から計画見直しの話は現時点で今あるんでしょうか、あったんでしょうかということが1点と、もう一つ先ほど技術調査についての質問のやり取りのもありましたけれども、確認事項の資料にはですね、工期に関する考え方の中に事業費というのは入ってないと思うんですけれども、先ほどコストもチェックしたというお話ありましたけれども、例えばその丸×三角の項目でつけるポイントあったと思うんですが、そういった形でのコストのチェックというのも行っていたんでしょうか。その2点お願いします。1点目 の政府で計画の見直しということについては、私もどももこの報道を接して理解はしております。ただ今のところ正式にこの伝達とか指示とか、そういうものを受けているわけではございません。それからそのコストの、技術調査のプロセスですけども、実際その事業費工期に関する考え方として、本体あるいはその周辺整備に関することについては、技術調査の段階で実現可能性とか、あるいは設計段階で重大な調整が必要であるとか、明らかに実現不可能であるとか、そういう評価はいただいています。コストですね、事業費ということでチェックを受けています。誠に申し訳ございません。スケジュールこの後ございますので、記者の方は終了させていただきます。どうもありがとうございました。